卵大好き。マキカン限定の150円です。安い、ね、なーりー、はい、なーりー、はい、皆さんこんにちは、大須ルタンです。本日はレッスン8やっていきたいと思います。今回はね、日本のこれそれあれみたいに、勉強したいと思います。はい、これは何？ドゥグス寿司。どれ？見たね。ここはどこ？ゾリス寿司ロー。どれ？見たね。厉害、厉害。あれは何？ナゴス醤油。うん、醤油。醤油。对。醤油みたい。違う。漢字はね、口がつくだけで変わっちゃうってびっくりしたの。口がつくだけで、あれからどれに変わるの。あと発音、これ4声じゃん。じゃあこれ3声。うん。それで、これでも変わってくる。うん、そうだね。それびっくりした。よかったね。よかった。なんかどうやってコメントするのわかんないから、なんか当たり前じゃないとか、どっちも。あ、そうだね。そっちはそうやね。このお皿の、あ、ここはちょっと汚いなっていう時に、このお皿のツーリーはちょっと汚い、うん、小さい部分とかを説明するでもいい。ツーリー、うん、ツクはお皿でしょ、うん、ツクツクとツーリー、ツーリー、そう、うん、スキルアップした気がする。ね、今回はちょっといちいちが本当多すぎて、なんか前みたいなやり方でやってないんですけど、だから今日はちょっと文壇の感想とか、あと勉強のショーティックみたいな、うん、皆様にシェアしたいと思ってこの動画を作りました。はい、今回の動画は以上となります。まあ、これからもどんどん頑張っていって中国語マスターになって、ルーちゃんともう普通に会話できるようになりたいと思いますんで、皆さんご協力お願いします。ということで、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。以上でこの動画終わります。再见、バイバイ。うまい、負けてあげる。谢谢。はい、谢谢你、谢谢你。ブコッチ。